明日な何時にしたっけな、朝10時か。明日何時？ 28？ 28？ OK。 こんばんは。ごめん、ラジオで。ガウさん、キムさん、ツッチーさん、ゲンゴロウさん、ミッチさん、スイートさん、メアさん、音速の木工さん、カビオリさん、ナモナモさん、カズさん、こんばんは。シンタロウさん、こんばんは。スイートさん、ハートありがとうございます。イエーイ、みんなこんばんは。ヒサさん、こんばんは。ドリーマーさん、こんばんは。ミッチさん、金のハートありがとうございます。スイートさん、ゲンゴロウさん、金のだるまありがとうございます。終わりました、帰ってます。テラさん、こんばんは。シュウさん、こんばんは。しかもお疲れ様でした、ありがとうございました。楽しかった、めっちゃエモすぎた、楽しかった。じゅんくん、こんばんは。まあ声は元通りにはならなかったけど、まあ良かったよね。えにょさん、こんばんは。プラムさん、こんばんは。てかすいません、急に時間早めて申し訳ありません。ご対応いただきありがとうございます。オルニストさん、リコちゃん、こんばんは。ヤギヤギさん、金のだるまありがとうございます。ヒロノリスさん、テチテチさん、こんばんは。ヤギヤギさん、ハートありがとうございます。気がめいて、どうしたら大丈夫？結果言って本当に良かった。そう言っていただけて嬉しい。私もダラロサさん、こんばんは。いや、やっぱさ、日向の2人ってすごいなって思う、マジで。オルニストさん、金のだるまありがとうございます。元気出るよね。ももちさん、こんばんは。そう、もうね、めっちゃ助けてもらいっぱなしだったけど、めっちゃ楽しかった。あつひろさん、こんばんは。天使さん、流れ星ありがとうございます。司会がとてもお上手で、さすがと思って嬉しい、めっちゃ嬉しい。全然私はあれですけど、でもそう言ってもらえたら嬉しいな。もうすごいやだ、何してくれてんだ。髪色がすぎ、嬉しい、よかった。そう、なんか結局暗くしてまだ落ちてこんな明るくなってるけど、まあでもそう言ってもらえて嬉しいわ。ガウさん、金のハートありがとうございます。テチテチさん、金のだるまありがとうございます。タッキーさん、こんばんは。盛り上げうますぎて、って私じゃないわ。絶対マウじゃない、今日別に全然盛り上げない、マウ全然マウじゃない、ごめん、とか言っちゃった。日向のお二人ね、そうだよね、わかる、超楽しかったもんね。裏で一人でいちご長岡の歌めっちゃ踊ってたもん、一人で。まあ、帰り際ピロンがいたからご挨拶したら、マウのしか良かったよねってベタ褒めだって。いや、ほんとそうなんだよ、すごいさ、なんかよく言ってくださるんだけどさ、私の力じゃないんです。サントピア混んでた？空いてました。空いてた？あれ、サントピアにしては混んでんの？うん、サントピアにしては混雑してましたね。ともともさん、初見さん、こんばんは。ちょ待って、ケイタさん、 BPM108 さん、こんばんは。アツトムさん、こんばんは。テラさん、金のだるまありがとうございます。赤坂王さん、こんばんは。テラさん、ハートありがとうございます。でも髪色変えたら大成功だったんじゃない？ワンピッピと似合ってるし、めっちゃ生えて、あ、ほんと？やった、よかった。なんかさ、一回前、一回金みたいになった時にミルクティーベージュみたいにさしてもらったんだけどさ、あれめっちゃ金だったじゃん。だけどさ、その後この2回目に変えた時の方が意外とミルクティーっぽくなっててさ、結果いい感じになったよねっていう。白露さん、こんばんは。ハートありがとうございます。まなちゃんのおかげで世の中には素敵なアーティストさんがいるのを知れて、素敵な歌たくさん聴けて幸せ。いやー、素晴らしいね、本当にね、みんな素敵だったよね。私も今日初めましての方がいて、二
2組かだよね、いて、そう裏で聞いてたんですけど、水原の赤 T さんこんばんは、アルマジロさんこんばんは、ポップコーンありがとうございます、ダイヤさん、箱押しさんこんばんは。そう楽しいでしょ、オトムスとかもめちゃくちゃ楽しいんだよ、サントピアに来てくれてありがとう、いやいやいや、とっても楽しい経験をさせてもらいました。水原の赤 T さん金のだるまありがとうございますね、すごい、なんかユーギンさんとはどうでしたね、どうでしたかどうもこうもないよね、もう変な感じだったよ、とっても、でもやっぱ安心しましたね、とっても、昔から知ってる人がいるって、いやなんか日向の二人も昔から知ってはいるんだけど、だそこまでね、さ言ってさ、最近まで別に そんなに深い関わりがあったわけじゃなくてあれだったけど、なんかほんとお兄ちゃんみたいな二人だから、友人の二人は、だからもう今日も大丈夫とか言ってめっちゃ心配してくれて、緊張してるとか言って、いや緊張してるって言って、乗り物乗る時間なかったな。イージーさんこんばんは、スイートさんハートありがとうございます、ももちさん金のだるまありがとうございます。裏でいっぱい喋れた、うん、いっぱい喋れました、久しぶり、いつぶり、いつぶり、あ、あれ、あのサンローラ2月ぶりぐらいか、2月ぶりぐらいに会ったんですけど、え、あの時も遊戯員だった、あ2月ぶりぐらいに会ったんですけど、お兄ちゃん後から来てよろしくお願いしますとか言ってきたけど、あ、そっか今日司会かとか言って言われたそうなのとか言って、遊銀さんと本当に付き合い長いんだなって雰囲気で感じ、そう17年、今年で17年経つ、ちょうど私が6歳の誕生日、7歳の誕生日直前ぐらい、じゃあ11年生で17年目、17年経つ、いや16年経つんじゃない、丸16年経って17年目です、今年で、今年の誕生日付近でその時日向もいたけどね、いやそうだよね、集合写真のまーちゃんの顔ってどんなだった、見てないんだけど、モーコンさん、総一さんこんばんは、事故ってた、 HSK さんこんばんは、モーコンさん金のだるまありがとうございます、総一さん金のあたりありがとうございます。そうだから私の人生の3分の2ぐらいはもう知ってるね、里政さん、アープクさんこんばんは、え、事故ってたって、まあ集合写真さすがマウって感じじゃない、どうせ半目か白目でしょアープクさん、新鋭隊158人目ありがとうございます、カズーさんこんばんは、ソウイチさんピカピカありがとうございます、サントピアいたよってありがとう、集合写真どこで見る、日向さんかな、公式多分、まあ雰囲気で楽しんどいて、カピオジさん流れ星ありがとうございます、ドラちゃんこんばんは、そうです、楽しかった、わー、すごい皆さんいい人たちで、当たり前なんだけどいい人たちで、裏ですごいなんかご挨拶してくださって、あードラちゃん、クマちゃんありがとう、ドラちゃん、クマちゃんありがとうございます、そいつさん流れ星ありがとうございます、あ、高則さんの X だそうです、皆さん私の事故が探しに行って、カズーさん金のだるまありがとうございます、
まーちゃんの素敵な笑顔が見られたのが今日一番の収穫。嬉しい。見つけたよ。見えてたよ。見えてたよ。すごい目があった、あったつもりだったんだけど、見えた。タスクさんこんばんは。金のだるまありがとうございます。すごい目があったつもりなんだけど。鈴木一郎さんこんばんは。なんてなんて、ちょっと待って、全然。まあまあは歌わかったの？どういう？どこ、ど、どの？遊銀の歌は知ってるし、でも今日2曲知らない曲があったな、なんか。あと、日向さんの曲とかも知ってるし。あとあの、ラフベリーさんのさ、あの CM の曲今日出すよね。え？大好きだとのやつ。あ、ああ、そうなの。歌ってた。あ、後悔しないから変顔でって言ってた方。ああ、じゃあじゃあ合ってるわ。ココアさんこんばんは。キツネさん、マサルさんこんばんは。TC ライダーさん、鈴木一郎さんこんばんは。これ読んだんか。こんばんは。そう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 。そうでしたよ。キツネさんハートありがとうございます。そう。歌ってましたね。あの、さ、あの宮武弘さんのさ、あの踏むとドンドンドンってなるやつ、あれすごかった。あの木のなんか板みたいな、ただの板みたいなやつなんだけど、なんか踏むとドンドンと音が鳴るやつで、しかもいろんな音が出るみたいな、その一個のやつからみたいな、それ初めて見てすごかった。あ、上を向いて歩こうは、あの、もうあの、しんちゃんの先読みのおかげでだいぶ助かったよ、まあ、あれ。なんとなく知ってたけど、詳しいの知らなくて、あの、遊銀のね、あの、お兄ちゃんの方が、あの、すごい歌詞を先読みしてくれてて、ものすごい助かった。ありがとうって思いながら。みやさん、こんばんは。HSK さん。ハート、ありがとうございます。ずーちゃん、こんばんは。そう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 。しかもフェイト歌わないっていうね、遊銀。おもろい。め、絶対歌うからとか言ってたのに、恥ずかしい、普通に。全然歌わなかった。珍しいね、こういうとこで歌わないの。ドンテンさん、ココアさん、金のだるま、ありがとうございます。まあでもね、今日、時間短かったからね、4曲くらいしか歌ってないね。多分、4、5曲しか歌ってないからさ。4曲か。楽しかったな。こういうイベントってあっという間なんだよね。ヨッシーさん、どうしても話したいことがあるって一曲カットしてた。そうだっけ、そうだっけ。面白い。そう、ヨッシーさんもね、お話ししたの、直接お話ししたのは今日が初めてだけど、同じ空間にいたことは何度かあってみたいな感じ。帰り川郷亮さんの YouTube 流しながら帰った。へえ、 YouTube やってるんだ。チョロータキッズなんで感化される。へえ、まあまあもう観客席のところに来て見てたよね。見たかったな。だからもうあの張り付いて見てる時とかあって、あの後ろのあのドアの隙間みたいなとこ。
あ、ね、そうそう、夜の遊園地がどんな方だら聞いたな。帰りにイオン南寄らないの？寄らないよ。方向違う？うん、ちょっと違うとこだよね。トキさん、茶色いアルパカさん、こんばんは。チームジーヨシさん、こんばんは。あなたと一緒に進もう。テレレ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 レ。あ、もう本当にやだ、これ頭がない。どうする？テレレレレ。なんか今日ちょっと心残りはクレープが食べれなかった。でも唐揚げとポテト食べた、美味しかった。としのりさん、こんばんは。唐揚げ美味しかった。え、だよね。え、あそこのあの店頭分けのやつ買った？じゃないとこだったけど。あ、じゃないとこのやつ買えなんだよ。いや、でも多分一緒だ。え、キッチンカーじゃなくて、キッチンカーの唐揚げ？あ、違う。あ、え、サントピアの売店の。へえ。美味しかったよね。としのりさん、流れ星ありがとうございます。外と中とどっちのクレープ？え、なんかキッチンカーにクレープあったって、ま、聞いたんだけど、ママから。ガーさん、金のだるまありがとうございます。中にも売ってたよ。あ、そう。大輝さん、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。100キラありがとうございます。あ、キッチンカーで唐揚げのレモン和え、そうだ、それもさあ見た。食べてないけど。高速の神さんかな、こんばんは。初見ですって、ありがとうございます。ね、カレーライスさん、ハートありがとうございます、こんばんは。そう、すごい、うわ、担々麺、え、いいな。あ、担々麺持ってたな。うん、チュロスとかあったらよかったのに、食べたの。そう、チュロスオーバー、この間から。この間さ、あれどこだっけ、ママ、あれ寺泊り、うん、寺泊りのさ、あの市場の近くにさ、え、あれ何、ママ、ちょっと説明して、あそこ何、あれ何、どういう位置、あれ駐車場の隣みたいな、もうちょっと水族館寄りの敷地みたいな、水族館金八の湯みたいな、みたいなのなんか敷地のとこになんかちょっとちっちゃいなんか、ああ なんて言えばいいなんかあの海の家じゃないけど、なんか そんなのがあって、ああ、そこにめっちゃでっかくチュロスって書いてあったの。ああ、分かった分かった分かった。で、旗とかも出てたの。ああ、すっごいチュロス食べたくて、その時、うわ、もうチュロス食べたいとか言ってたんだけど、あのカニをね、買いに行ったのよ。ああ、ばあちゃんと。で、先にカニを買ってとかって言ってたのね。で、もうあのカニもさ、いろんなところに売ってんじゃん。で、何か所もさ見て、で、じゃあこれしよっかとかって買ってとかってやって、まあ買いました。で、じゃあ帰りにチュロス行こうってなって行くじゃん。で、どこを見てもチュロスを売ってそうな雰囲気の店がないわけ。でも、え、潰れたのみたいな店が。いや、違う、あの並びの一番端っこの家がそうなんだ。え、で、え、潰れたみたいな。でも、そのブルーシールのアイスしか売ってないの、絶対。えぇ、ー、とか言って、うろうろしてたら、お店の人がなんかその窓みたいなとこ開けて、え、チュロスですかとか言って、聞いてくれて、あ、はい、みたいな言ったら、4時までですって言われて、時間見たら4時15分。最初に行ってたら間に合ってたのよ。もうとか言って、新潟にチュロスなんか売ってないじゃん、それで。食べれなかったんですよね。そっから食べてないんですよね。っていう。すっごい嫌だ。作ろうか。いや、もうやめて、ほんと余計なことしないで。どうせ美味しくないから。手ごねでしょ、手ごね、手ごねチュロスでしょ、うん、最悪。なんみたいなやつ、うん、もうなんだ、あれなんじゃないから、もうなんか小麦粉粘土焼いたみたいな。うえなこれ。なおさん、こんばんは。
集合写真でパパさんとママさんを探してるんだけど、それらしき人はいないっぽい。どちらに？だっていた？いや、隠れてたよ。あ、隠れてたらしいよ。私は多分いると思う。あ、お刺身さん金のハートありがとうございます。ヒロシンさんハートありがとうございます。認定員さんこんばんは。ママは、ね、一生探しても見つからない。うん、ママ超隠れてたもんね。ポテトとバタピーだけでビール飲みまくって大して食べてないかも。あーね、なんか食べな。とし年りさん音符ありがとうございます。鈴人さん金のだるまありがとうございます。お刺身さんこんばんは。とし年りさんハートありがとうございます。ひろじんさん金のだるまありがとうございます。ときさんも金のだるまありがとうございます。七色のインコさんこんばんは。天使さんだるまありがとうございます。すけひらさんこんばんは。え、ねえ、そうだ、キッチンカーのトルネードポテト、そうだった、食べたいと思ってたのに忘れてた。え、キッチンカーのクレープにダンスの子供たちが集まってて微笑ましかった。いいなぁ、かわいい。パパニューエラの T シャツ着てたってバレてるよ。それマオがあげたやつ。誕生日プレゼントでもらったやつです。うん、駅前にベイっていうチュロス屋。駅前って新潟駅前でしょ。だよね、まあまあそこだよね多分。いや、そんなチュロスのために新潟駅まで行きたくない。遠いんだよね。違う、パパナン作ったことあって、もうクソマズナン。もうこの世のものとは思えないほどのナンだったよね。チャレンジだったんだ。うん、だからチャレンジで。うん、カラさん、イチタさん、マー君、ルドルフさんこんばんは。コウキチさんこんばんは。鈴人さん、マー君、うんと流れ星ありがとうございます。塩爺さん100キラありがとうございます。そう、私髪の毛明るくしたんだよね。今長岡着いたら何食べればいい。長岡めタレカツ。え、違う、タレカツじゃなくて何だっけ、あれ洋風カツ丼とか。あー、洋風カツ丼、ヘギそば、うん、ヘギそばでも長岡し、うん、おじいやがいいんじゃない。塩爺さん金のだるまありがとうございます。長岡だと洋風カツ丼ね。お前そういうこと言うな。そういうこと言うな。好みが分かれる味ですね。ナタジアさんこんばんは。ピカピカハートありがとうございます。かこんばんは。生姜醤油じゃない。あ、生姜醤油ラーメン。え、でもちょっと待って、じゃあヒグマ食べてほしいもん。しかもおじやの。あ、まあ、ね、うん、いや今長岡でしょ。うん、だからだ、なになに、武蔵チャーシューや武蔵駅か。え、てかママちょっとすごいいいコメントがあるよ。ママがモデルさんみたいで、さすがまうちゃんのママって思った。ミッツさん、ミッツさん、おい、金一封だぞこれ。金一封だぞこれ。今日の優勝、今日の優勝ね。MVP だよ。総取りです。そういえばママの誕生日にママは何あげたの。私金欠でまだ何もあげてません。やばいんだよね。だからその、しかもさ、そんなことしてる間に母の日も来るし、どうしようね。気持ちでいいよ。ええー。気持ちだけで。自分 T シャツ持ってて嫌だね。嫌な感じだね。でも T シャツなんかあげたよね、もう一個なんか。なんだったっけ、バッグ。あ、バッグか。七色のインコさん。流れ星、ありがとうございます。ねえ、ちょっと、ナンをまずく作る方が難しいって言われてるけど、大丈夫。めぐみのさんこんばんは。ケイタさんハートありがとうございます。チョコミントさんこんばんは。七色のインコさん金のだるまありがとうございます。ヒサさんも金のだるまありがとうございます。わー、まうちゃんママお目にかかりたかったってリコちゃんが言ってるよ。あ、ほんと、うん、会いに行く。今度ぜひ。やめて、男性陣が泣いちゃうからみんな。そんなんじゃなかった、うん、なんかそう聞いてたけど、どこにいますかねとか言って。見当たらないんですが、それらしき人がとか言って。 MVP やった。あ、サングラスがお似合いでしたよって違う人だったらどうしようって。バレてんぞ、バレてんぞ、見バレしてんぞ。もう優勝。じゃあこれ違う人。あ、違う人、違う人、うん、あ、準優勝、うん、準優勝。親子で司会するしか、いや、ちょっと邪魔ですね、結構。邪魔ですね、結構。やめてほしい。やめて、ポチいいかもしれない。ね、やばい、本当に声枯れてる。まあ、もうじゃあ、前ででっかいハッピーギフト作ればよかった。ラーラー、遊戯王だと早速帰ってくる。
めなさい。いや、じゃあじゃあだってもう言わなきゃいけないからこうやって出て。ハッピーギフト作りながら退場しようかな。ゆきおさんこんばんは。完全防備のママしか見たことないって。いつも完全防備だもんね。今日いちご長岡の時出ていこうかと思った真ん中から勝手に。別に良さそうだったけどね、うん、いやちょっと下がってくださいとか言われないでしょ。アランさんこんばんは。まーちゃんママやっぱ背高いなって思った。おともその時より髪暗かったような。だってそうだった、うん、暗くしたか。暗くなっちゃった。あ、暗くなっちゃった、うん、ごめん赤み消したら。あー見られてるね。うん、やっぱ背高いんだ。やっぱなんか168で態度で2センチ増したら170あるからな。今日靴何履いてたの。今日あれ、あーあー、じゃあ本当に170ぐらいあったかもね。ヒールのやつ履いてたね。じゃあ172センチですね今日ね。テチテチさん流れ星ありがとうございます。越後長岡って本当にあるやつ。地名ってこと。地名はないよね別に。だから越後長岡付近の歌だよねあれ。地域の歌みたいな。越後長岡市の歌。市、うん。越後地域長岡市の歌ってこと。どういうこと？越後ね。越後は旧。うんうんうん。まあまあ長岡市の歌。長岡市にある町が全部入ってる。うん。そうだよ。もうまああれ歌えるようになるまであとちょっとなんだから。めっちゃ覚えたいのにさ、いつもごっちゃごちゃになるんだよね順番が。あの米百俵のあたりとかもわかんないもん最後。アランさん流れ星ありがとうございます。チキンカツさんこんばんは。金のハートありがとうございます。わかる、みんなめっちゃ見てるね。アランさん金のだるまありがとうございます。今金のぶどうって言おうとしちゃって、銀のぶどうだし、しかも混ざってるし。アランさんハートありがとうございます。越後長岡の歌でてでてで長岡越後長岡見るの綺麗な送り橋。そこそこ長岡駅に着いたなら待ってました。大手通り初恋のあの子と花見だね。雪を出して悠久山桜飯愛してやまないぜ。可愛い次の助大先生8月23の夜空にはだけ長岡花火が打ち上がる。赤と白の大きいだけ。水道団子違う。え、スニバ赤と白じゃない。じゃあ赤と白だ。何失格ですね。脱落下車。あさようなら。これあれだよ、あの YouTube とかもあるからみんなぜひ聴いてみて。そう、すごい楽しい曲だよねこれね。毎回盛り上がっちゃう。あとガッター、もうガッターはもう歌ったら私多分会場内で一番盛り上がる。もうガッター歌ったら真ん中から出ちゃってた今日。うん、ダメダメサビで入場勝手にで終わったらハゲてく勝手に。アッキーさんこんばんは。アランさん音符ありがとうございます。こっちでも越後まるまるって駅多いけど田舎ある。越後滝屋とか越後なんっていうかある。川口もそう。越後川口、あ、越後湯沢とかか普通に。そうよ、いいよね。ガッター大好きすぎてにーガッターじゃらじゃらじゃじゃじゃ世代、めっちゃ世代。すごいよ、H5 だからね。 H5 兼日向リーダー。そんな贅沢な肩書きある？極
今日私そんな人とお仕事したんだよ。もう誇りだよね。もうあの当時ガッターを見てた自分に言ってあげたい。十数年後に司会するよ一緒に。イベント呼んでもらえるよっつって。県外の人全然知らない。それなめちゃくちゃローカルな話題だけど。じゃあなんか言おうとしたけど忘れちゃった。あれ越後石山ってどこだったっけ。聞いたことあるな。越後石山は新潟。新潟の方、うん、新越線止まる。駅止まるよね。なんかすごい今うっすらの思い出したくない高校時代の記憶が今うっすら。あれ新潟の次って何どういうこと。新潟奥終点じゃないの。新潟ってこと。え新潟の先か。あ、違う、手前手前手前。 あ、そういうことね。新潟の次ってあの新潟から帰ってくることを言ってんだね。ケイちゃんこんばんは。ミルクテイさんこんばんは。おじや側。いや、おじや側っていうか向きね、側ではないけど長江。そう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 、長江21があった。長江21があった。今日あのさ、会場でさ、あの代行の話になって、あの運転代行話になって、まあ意味がよく分かってなくて、代行ので、ちょどう話したら分かりやすいかな。信号変わってたよね今。一周したんじゃない。え、どういうこと。今の人全然進まない。あ、そういうこと。お刺身さん金のだるま、ありがとうございます。ポンと前に行ってないんだ、車。日本語不自由でも全然大丈夫だよ。え、何？またなんか変な車？何してんの？早く言って。ミルクテイさん、ハートありがとうございます。じゃあなんかあのさ、運転代行の話になってて今日、あの MC の時に。それで、それの意味がよく分かってなくて私は。で、帰りの車で、パパとママに、なんかあの、まあもう代行呼ぼっかな、みたいな話をしたのよ。なんかの話の流れで。でさ、それって代行ってさ、車持ってる人が運転してもらうんでしょ？それ代行。代行運転ってことでしょ？なんで、まあ車持ってないのに代行を呼んだらさ、並走しちゃうじゃん。徒歩で。徒歩か走って。っていう話になって、あ、そういうことみたいになって。そう、おもろいよねって。だからその飲んだ帰りに使うものっていうのは分かってたのなんだけど、どういう風に使うのかが分かんない。でしかも、え、何代行ってどうやって来るのみたいな。そこまで徒歩とか言って、二人一組で来るらしい。知ってんのかみんな。知ってる、知ってる。お前だけ知ってる。あ、そうチャリとかなんか徒歩とかで来て、なんか私しかも車ないから代行するものもなくて並走。そうだよ。だから、そうだから車で送ってもらうもんだと思ってたら、ね、それタクシーやんって言われて、確かに。ってなって、全然あの、ちょっと、知識のなさを露呈してしまいましたという話。じゃあ、足で並走ってこと。ミルクテイさん、ハートありがとうございます。ともあきさん、こんばんは。まさるさん、ハートありがとうございます。面白いよね。兄貴が今度松江から代行にチャレンジ。しんちゃん。しんちゃんね、松江からぜひ代行で来てほしいね。自分で来るわ、じゃあ。今日大丈夫だった？今日、どうとかって言ってなかった？言ってなかった。本当にすごいんだから、いじりが。そう、だから今日はちょっと代行の意味がよく分かった日だった。学習した今日。よかった、ね。よかった。外で恥ずかしい思いをせずに済んだよね。
小川って何？長岡。小川って知ってる？小川。ご飯屋さん？小川屋。あ、小川屋じゃない。シンクレアさん、上野さん、こんばんは。遊銀めっちゃおもろかったって、嬉しい。勝手に。誰？面白いでしょ、あのさ、兄弟にしか出せないみたいなの雰囲気。面白いよね。大好き。まあもう。あ、そうなんだ。代行って二種免許いるらしいよ。ああ、そう。石山さん今どこ行くんだろうと思って、またこんな変なことしよう、今週。今週。今週。やだ、ほんと。そうだよね。そう、すごい、なんかあれだね、そう、伏線回収じゃない？今日、行きの話題。覚えてないの？今日、行きにさ、二種の話したじゃん、免許。そう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 。ねえ、やだ、下車。さようなら。バンブーさん、こんばんは。遊銀のトーク面白かった、だって言っとくね。中華料理屋だって。タスクさん、だるまありがとうございます。ハートもありがとうございます。博士ゆ太郎さん、バンブーさん、金のだるまありがとうございます。林宇治夫さん、新一さん、こんばんは。そうですよ、ほんと。ケイタさん、金のハートありがとうございます。バンブーさん、ハートありがとうございます。え、すごいじゃねえか。すごいじゃねえか、今引かれたらこっちが悪い。いや、ほんとにさ、ほんとにね。しんいちさん、だるま小判ありがとうございます。いや、ほんとそれな。今のでもこっちが悪いんだよ。HSK さん、ハートありがとうございますね。さっき口開けて寝てたら喉がやばい。どうしましょう。そうだよ、面白いよね、本当にね。朝5時、何時に起きたっけ今日。5時、6時じゃん。違います、5時50分です。に起き…え？何してんの？もう！駐車場が5時50分くらいに起きて、昨日何時に寝た？ 2 時？ 1 時くらい。寝なかった。久男さん、こんばんは。夜はね、やらないです。8時までしかやらない、今日。てか、あの、今ガチイベ中だからね、時間がね、できないです。ちくわさん、こんばんは。そう、時間変えたんです。そうなの、明日で最後だからね、これイベント。明日も2枠にします。明日は、なんだっけ、朝の10時から11時と夜の9時から10時、1時間ずつ。もうカラオケします、全部ね。そうしよう、カラオケしよう。もうカラオケやっても楽しく終わろう。もう越後長岡の歌ないかな、ショールームのカラオケ。としのりさん、流れ星ありがとうございます。キッドさん、こんばんは。土地音がセブン、そいがいや、まだまだ。ここがいつもする、なんだっけ、もう一個。花火スタート、チョコ21、ガッタン、キュインキュインキュインって感じだよ、これ。キュインキュイン、パチンコ。ちょっと死、これ消える、バンされる、これ著作権が死ん、そう、今日の司会でちょっとは気分が晴れ、まあそれとこれとは別だけど。楽しかった、楽しかったよね。気が紛れた、歌詞を確認したいってこと。あ、そういうことね。
パチンコが受けてます。いて。なってま、あ、あ、言っちゃった。勇気を出して有休山桜の それで可愛い次の助大先生8月23の夜空にはそうだよね長岡花火が打ち上がるほら白の大きな水道タンクピコさんこんばんはハートありがとうございます食べたら癖になる生姜醤油ラーメンさみんながおかえりででんででんでんみみーさんこんばんはしんいちさんグッドありがとうございますあここもわかんない錠剤洗浄を掲げてさ綺麗だ、こしじもみじえん。これさ、こしじもみじえんって言いづらいね、めっちゃね。早くしようと、みたい。あ、これもわかんない。これ、三島ってどこ？あっち。どこ？博士太郎さん、金のだるまありがとうございます。あー、土地よの危なげを世界中に発信さっちゃっちゃん、ヘイデンデン。楽しそう、私。三島寺泊まりに行く途中みたいな。ああ、そう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 。あれ？あのピスタチオ？え？ピスタチオ？あれはヤヒコ。え、違う。何？え、ママわかるよね。加瀬牧場ってどこ？加瀬牧場って何？あれは島。あ、惜しい。マシマと三島が全然違う。うん、ね、島があって、あ、最悪もう1個39円で行っちゃった。あ、終わっちゃったもん。土地音がせ良板の手前だって、うん、天領の里それ出雲崎、うん、あなたをねやだもんジェロうん、うん、今どこ次何あさらに山盛りの枝豆さはいはい、ちっちゃな頃からフレンドさんあれまあめっちゃあれ好き角つきき三島も和島も長岡市になったんだっけだってうんうん通訳しちゃった今うんうんリバーサイド選手えいちょ平日も込み込みだってあそこの畳み掛けみたいなのが好き和島のここか旅館の里か夕日溶けてく寺泊まり川口だっけ柳川の後は東山ファミリーランドあ館の里夕日溶けてく寺泊まり川口柳川の後は東山ファミリーランド中岡ほらほらめちゃくちゃ好きやんまあこの歌よいたの十四五やんでよーげ言えてないよい新潟と長岡が地続きってのが未だに信じられんどういうこと大国わしどういうこと新潟と長岡つながってるとこあるってこと山越しあ違う新潟と長岡はつながってないんじゃないかあそうなのうんカラオケにはないよこれおっちゃった醤油赤飯醤油赤飯ってさこっちのあれなの、うん、新潟の隣が長岡ってことかな合併で長岡大きくなったもん、うん、
三条ね、三条を挟まってる。でもどっかが繋がっちゃったってこと？そしたら繋がっちゃったってか、どっかが隣り合わせになってるとこあるってこと？ね、海の方かな。いやでも、あ、いやでも弥彦とかがあるの。ああ。の、のずみ、うん、のあたりで繋がってるらしいよ。へえ。としのりさん、流れ星ありがとうございます。え、どっち？だから海。海。のずみ。どこの海？ママ。寺泊まりから新潟に行く方の。うん。それまた勉強になった。うん、またパパが言うと。え、ほんと？ママどう？ママ。ミッチさん、金のだるま、ありがとうございます。ね、ほんと。勉強になったって。月と太陽、個人的に好きなの。月と太陽みたいに光と影が生まれ。はい。じゃあ歌詞がやめ。ねね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 ね。照らすよ、違う。照らすよ、じゃっちゃん、月と太陽って歌ってくれる。絶対って。愛して。今日アルバムやったよね。やっほー、うん、イエーイ。バカだよ、愛だ。夢をつかむ。笑われてもいい、みんながいるから。ここめっちゃ好き。 Yeah. 楽しかった。ほんと楽しかった。まあ音むすの後もだいたいこうなる、いつも。うん、あー楽しかった。家帰ってずっと言ってるよね。あー楽しかった。羽鳥さん、こんばんは。私はさ、ああいうなんかイベントとか、まあ今でこそなんか結構ね開放的なイベントが多いけど、昔はもっとライブハウスとかでさ、みんな集まってやってたんだよね、時代的に。そういうのを聞いてとか見て育ってるから、そう、やっぱああいうの楽しいよね。タカさん、こんばんは。としのりさん、ハートありがとうございます。なんか今日ピロンと今日アコロックの話とかしたの。裏で、あのアコロックがどんな、遊銀とどうやって出会ったのみたいな話になって、いやだからもう、あのパパが知り合いでみたいな、違うねグループと知り合いで、であの昔あのね渋谷とかであのアコロックとかやっててみたいな、でそこに多分日向さんもいたと思うんですけどとか言ったら、あーあーあーとか言って、でそこでパパが高則さんとすぐるくん間違えて声かけてみたいな、声かけたのが先だよね。での後のロッツだよね。うん、そうそうだよね。そう、それを説明したら、あーとか言って、パパ面白いって言われてよ。ヨトさん、こんばんは。アイドル以外の音楽フェス初めていたけど楽しくて思いました。そう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 ね、すごいあのアットホームな感じもいいよね。なんかあの初めて、それこそ初めて来た人とかも全然楽しめる感じのさ、イベント。ナガさん、こんばんは。キミゾラさん、こんばんは。そう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 、そうなんですよね。最高に楽しかったです。そんな素敵なイベントに関われたのは嬉しいな。ジュンハンさん、こんばんは。キミゾラさん、金のハートありがとうございます。マウは日向相手には敬語で、友人相手にはタメ口。え、でもさ、日向にもさ敬語になったよね多分。うんうん、別にもともとそんな意識してなかったけど、さすがにお仕事するってなってタメ口はないなと思って、普通に敬語で喋ってるけど、でもなんかやっぱそのなんかなんていうの、ちょっとやっぱ初めて会った大人とかよりはちょっと噛み砕いた敬語みたいな感じだし、友人はでも別に
夕方兄弟みたいな、うん、そうそう、お兄ちゃんみたいな。いやなんか今更敬語もなんかちょっと変な感じのなんかこんにおはようございますよろしくお願いします。あ、サントピアから今帰ってきました。しかもお疲れ様、ありがとうございます。君空さん金のだるまありがとうございます。ヨトさんも金のだるまありがとうございます。シンクレアさんかわいいありがとうございます。ヨトさん、としのりさんハートありがとうございます。そう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 、そんな感じかな。今日ね、しんちゃんだいぶ後に来たっぽくない？だってね、あの裏でスタンバイの時に初めて会ったもん。だって今日うん、あ、そうなんだ、うん、そうなんかほとんど喋ってないけど今日は。でもすぐるくんは今日朝からいたからね、ずっと。友人との馴れ初め、日向から振られた時にマックの話するかと思ったら割と朝。違う、あれさ、違う、あれさ、出る前にもさその話してさ、それであのそれでさ言ったんだけどさ、そのだからピロンさんに言われて、友人とのなんかその何思い出の話みたいのしてもいいよって言われたけど、それ2時間ぐらいかかりますけど大丈夫ですかって、じゃあ2日ぐらいかけてやるって言われてあ、泊まりでとか言ってそう、え、野外ライブ初めて行って楽しいこと、え、嬉しい、なんかそんな風に言ってもらったら嬉しいね。言っときます、みんなの声を伝えときますね。ありがとうございます。そのきっかけになれたなら嬉しいな、私が、ね、多少でも貢献できたってことかな。すごいよね、家族以外で多分一番マウのこと知ってんじゃないね、親族以外で一番マウのこと知ってる人じゃない、すぐるくんって多分ね。相当良くしてもらってるから。今日の僕はウソさん、こんばんは、応援してる、ありがとうございます。音符もありがとうございます。見るお肉さん、こんばんは。カズーさん、こんばんは。 NGT の曲ならできるって言っちゃう。え、そうそう、別に歌えますけど、私はね、全然歌いますが次もし呼んでもらったらちょっとほんと喉気をつけるわ、超うがいしよう。しかも待って、そうじゃん、 NGT の曲なら何でもやりますとか言ったけど知らない曲もある普通にいやば、有名な曲にしてくださいってそう思ってね、何も考えないで喋ってたわ普通に。新しい曲知らないの、うん、聞く気もないだろうじゃんやめな。ニッシーとかバックナンバーなら今のでもいいけど、うん、なんかあれだもんね、こないだとかだって AKB とか普通に歌ってたもん、あのカラオケ配信で。そうだから明日はもう別に何も気にしなくていいから、明日とか普通に歌いますね。朝と夜もどっちもあれします、カラオケします。10時から11時と9時から10時。そう、2枠1時間ずつやります。あれなのかな、今日シャトルバスの説明はあれ分かったのかな、みんなあれで、私のあの説明で別に変なとこなかった、聞いてなかった、聞け聞けシャトルバスじゃないから聞いてなかった。あ、そうだよね、あの別以降 CD 出てないから、あの別覚えればなんとかなる。あー、あの別ってあのリカちゃんのやつだっけ、多分。そう、いや、ちょっとマックス時あたりにしてもらおうかな、ちょっとやっぱその方がみんな知ってる。
とても分かりやすいです。あ、よかったよかった。あ、場所により？なんかね、あの使ってる人もいたんだけど、ん？テロップは明日になってるんだってこと？え、今日 27？ え、今これが20時までで、次が明日の10時だから合ってるよ。あー、あの別でリカちゃんですね。音響のせいであると思う。そうそうそう、合ってる合ってる。にょうかさんピカピカありがとうございます。ハートもありがとうございます。なんか地味に熱くない？そう思ってた。熱い。ミッチーさん金のだるまありがとうございます。そうそうそう、そうでした、そうでした。そう、でもなんか席に余裕があるからって言ってね、あの予約してなくても乗れますって言ってたけど、結局それで追加で乗った人はいたのかどうかって感じ、私もわかんないんだけど。としのりさん流れ星ありがとうございます。いや今日2回目なんだけど、2枠しかやってないの今日、明日も。そうだから、あ、合ってるよその感情は。合ってる合ってる。あ、花さん親衛隊159人目ありがとうございます。そしてお疲れありがとうございます。5人ぐらいしか乗ってなかった。そうだよね、そうそう、すごい少ない人数だったっていうのは聞いたんだけど。まあちゃん、パパさん、ママさん、お疲れ様でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、すいませんね。花さん金のハートありがとうございますね。ヨトさん金のだるまありがとうございます。推しの卒業発表により落ちます。了解です。そういう時は泣いた方がいいね。え、あと2分だ。明日最終日です。はい、最終日です。イベ、あ、確かにね、最後喋ってたの歌に合わせたやつだったからちょっと聞き取りづらかった。マイクさ渡しちゃってさ、自分のやつ、それもあったかもね。走るさんこんばんは。確かにそれあったかもしれない。そうそう、うん、なもなもさん金のだるまありがとうございます。はじるさんハートありがとうございます。ふようほさんこんばんは。はい、ということで皆さん明日最終日一緒に駆け抜けてください。よろしくお願いいたします。ということでありがとうございました。また明日お会いしましょう。あとでもろもろ SNS 更新します。見てねー。じゃあねー。あ、あの来られた方ほんとゆっくり休んでください。暑かったと思うんで、はい、気をつけて、帰られてる途中の方は気をつけて、着いた方はお疲れ様でした。ありがとうございました。また明日。